ようこそジュエリー花島へ。今回の動画ではジュエリーリフォーム、大満足するための事前準備についてお話しします。理由は何であれリフォームをすると決めました、はい、もうこの日に行こうと決めました、うん、さあそこでどうするか、うん、どうするか、はい、悩みは2つです、はいはい、どこのお店でリフォームを頼もうか、うん、あと、デザインですね。どういうふうに今度変えていこうか、はいはい、その2つまず皆様悩まれると思います、はい、じゃあお店を探すときにどうするか、うん、今は皆さんもうネットで探しますよね。そうですね、うん、ジュエリーリフォーム、うん、まあ、そこに東京って入ったり、はい、縦爪って入ったり、はい、ルビーって入ったり、なんかそういう感じでまず検索をすると思います。どこにあるのかとか、うん、あんまり遠かったら、ね、現実的じゃなかったり、そうですね、それもあるのでこう見ていくと思うんですが、はい、リフォームの仕方大きく分けて2つです。これは今までも何回かお話ししてきてるんですが、セミオーダーでリフォームするのか、うん、フルオーダーでするのか、ここまず一番大きいところですね、はいはい、お店によってサンプルの数の多いところとほとんどないところがあります、はいはい、サンプルっていうのはもう出来上がってる形としての見本ですよね、うん、そのサンプルが少ない、うん、もしくはないカタログだけっていうところもあります。カタログには結構数が多く、はい、デザインの種類があるので、うん、カタログの中から選んでくださいっていうところもあります、はい、あとはですね、一つのものをリフォームするのか二つ三つ、うん、いくつか複数あるものを一つにまとめる、これをしたい方にとってはおのずとフルオーダーという形になってくると思うので、セミだけのお店というのはここで、はい、まあ、選択肢としてなくなってくるかな。検索するときにまずセミしかやってないよというところは、うん、もう、そうです、そこは外されてます、はい、うん、あとすごく大きいし扱ってないというところもあったりします。あ、そうか、うん、セミオーダーとかでもそうだと思いますけど、うん、結構限界がある場合もあります、はいはい、あとはですね、メレーダイヤ、ちっちゃいメレーありますよね、脇石に使われるメレーダイヤの持ち込みに関しては、はい、セミオーダーの場合は基本的に不可だと思います。お、そうなんだ、それはなぜですか、うん、サイズがもうセミオーダーの場合って決まっちゃってるんですね、はい、持っているものとぴったり合うことの方がほとんどないから、合わないですね、合わないですね、使っていけない、はい、でサイズの制限がすごく厳しいです、うんうん、でセミオーダーの場合って真ん中はもうお客様のものを止めていくんですけど、うん、周りのメレーダイヤに関してはそれも込みでお値段表示されていることが多いです、うん、メレーダイヤのランクによって、まあ、3段階くらいあると思うんですが、うん、すごく綺麗なカットも綺麗なもの、あとはスタンダードなところ、あとはそこまででないけれども輝くもの、とにかくお値段はちょっと抑えめにでも華やかにしたいなんていう方のために3段階くらい分かれていることが多いので、それぞれのお値段の表示があるんじゃないかなと思います、はい、制約が結構あったり、セミにはそういうケースよく伺います。お店探し結構意外と今聞いてるだけで難しそうですね、うん、そうですね、どういうふうにしたいかっていうのもまずあるんじゃないかと思います、はい、よくあるケースなんですが、はい、リフォームしたいものって一つだけお持ちになる方がいらっしゃいます。典型的な例として縦爪ですね、はい、婚約指輪のダイヤを普段使いできるようにしたいっていうと、縦爪だけをお持ちになってここで相談するじゃないですか。そうすると華やかにしたい、メレダイヤちょっと入れたいって言った時に新たにメレダイヤを入れる、これ一つフルオーダーでもセミオーダーでもいいんですができます、はい、ところがお話伺ってると実は使ってないメレダイヤいっぱい入ってる指輪もあるとか、おお、なるほど、でそういうケース結構あるんですね、はいはい、そしたらそれを使ってフルオーダーでもう自分の好きなデザインにしていくことができるわけですね、はい、なので気になるものは一つかもしれないけれども、うん、家でまず全部、うん、出してみてほしいです。持ってるもの全部、そうですね、うん、それからのよ、それからですね、で今よく使ってるものと使っていないもの、はい、でその使っていないものを多分直したいが、ね、うん、ほとんどだと思うんですね、はい、でその使ってない理由って多分あります、うんうん、指輪だったらサイズが入らないとか、はい、あとはまあ、縦爪によくある背が高いとか、はい、爪が大きい、
普段使いがしにくい、はい、うん、あとネックレスだとチェーンが切れちゃった、うん、でもこれ切れてなくってちょっと外れただけってこともあります。あとは譲られたもの、はい、うん、贈られたもの、はい、あの片身の品物、うん、ちょっとデザインが自分の好みとは違うもの、うん、あのいろんな理由があって使わないものあると思うんですが、はい、それは素材として生かしていくこともできる場合があるので、はい、お越しになる時、うん、この際全部持ってきてくださいって思います。それが良さそうですね、確かに、うん、でメインになるものはもちろんね、はい、気になってる一つをもちろん使っていくんだけれども、他にも使えるものってあったりします、うんうん、でそれを使うことでちょっと既製品にはない雰囲気のもの作っていけたり、はい、見た目は普通なんだけどちょっと違うとか、うん、よく見たらあれっていうような、なんかちょっと個性のあるもの、はい、作っていくこともできるので、素材としては、うん、できるだけ多く、うん、お持ちいただいた方が幅が広がるかなと思います。すごく納得ですね。うん、ね、ぜひぜひ。お店探す前にはまずそれをやった方がいいですね。うん、まず見た方がいいと思います、はいはい。不要なものをまず並べてみて。並べてみて。そこからどうしたいかのイメージがない方がきっと多いかなと思うんですけど、ね、うん。デザインを考えるときって。はい、画像で検索する方の方が多いんじゃないかと思うんですね、うん、そうですね、インスタとかが多いんじゃないですか。そうですよね、はい、インスタとか、まあ、Google もそうですけど、あとまだ少数かもしれないんですが Pinterest、 Pinterest、 はい、はい、このあたりはやっぱり画像でまず出てくるので、はい、イメージはしやすいんじゃないかなと思います。でその検索するときに、うん、ジュエリーリフォームって検索するよりも、はい、これコツなんですけど、はい、あの自分がどういうふうにしたいかのイメージで検索するのが多分あの引っかかりやすいかなって。あの例えば、はい、一粒ダイヤリングとか、うんうん、お花モチーフネックレスとか、はい、あとは何でしょう、ハートペンダントとか、はいはいはい、っていうとそれが出てくるじゃないですか。そうですね、うん、そうすると例えばハートの中にダイヤの入ってるネックレスが出てきました、うんうん、こういうの好き、はい、でも自分が直したいのは実はルビーだと、はい、でもその雰囲気が好きっていう雰囲気をチェックしておいてほしいですね。あ、いいですね、うん、もっとザクッとしててもいいわけですよね。もっとざっくりしててもデザインの名前じゃなくても、うん、例えば今お話で出たルビー、うん、ルビー指輪とかで検索すると、うん、ブワッと出てくる中から中でまずちょっとどれが気になるのか気になるのかそうチェックしてみるとか、うん、だからイメージでいいと思います、はい、うん、こんな感じ、そうこんな感じ、こんな雰囲気、この雰囲気の何が好きなのかとか、うん、気になるのはどこなのかっていうのだけでもなんかご自身の中でこうちょっとチェックできたら、あとはお持ちいただいた美味しいに合わせてデザインをしていくのはお任せいただければと思いますので、はいはいはい、まずはそんな感じで、うん、検索してみていただけるといいと思います、うん、はい、デザインをその調べていくときに、はい、まあ、好きなものでもちろんいいと思うんですけど、はい、最初のベースとしては、はい、あと何か想像しておいた方がいいこととか、うん、想定しておいた方がいいことってありますか。どんな場面でつけたいのか、はい、これお出かけの時なのか、はい、仕事中もつけたいのかでちょっと違ってくると思います、うん、で仕事中つけたい方、周りも皆さん華やかにしてるような職場の方は華やかにもできるし、はい、ただちょっと落ち着いた感じの、ね、職場の方はあんまりこう目立ちすぎない方がいいとか、いろいろそこはあると思うんですが、それはお客様ご自身が多分分かってらっしゃると思うので、はい、あのどういう時につけたいのか、これは一つあると思います。なるほど。あとはお洋服の感じって皆さん違うじゃないですか。そうですね、うん、例えばもう夏も終わりですけれども、この季節に来ていただいた時にあの必ず、まあ、いつでもなんですけど聞くのは、あの冬はニットの上につけることがあるのかとか、はい、夏は素肌の方が多いとか、うん、そういうネックレスの付け方ってありますよね。あの冬はあの例えばタートルのセーター着ない方もいれば、はい、タートルしか着ない方いらっしゃいます、はい、うん、やっぱりそういう時にチェーンの長さだったりとか、はい、全体のボリュームとかっていうのは、うん、また変わってくると思うので、うん、そういうあの場面を相談あの、はい、してほしいなと思います。場面の想像イコール服装の想像でもありますね。想像ですね。でその日にいらした、うん、あのファッションしか分からないわけですね、我々は、そうですね、うん、だからそこはご自身が一番分かってるじゃないですか、はい、あの服にも合わせられるなこっちも大丈夫かなっていうのは、ね、あのまずいろいろイメージしていただきたいなと思います。なるほど、うん、ありがとうございます、はい、これからそれを
どう使っていきたいのか、どうしてリフォームをしたいんですかっていうところですよね、はい、そこの気持ちが固まると次には進みやすいと思います。どうしてリフォームしたいのかですよね。どうしてリフォームですよね。そう、そこがまず第一、はい、だから例えばサイズの問題だけで直さなきゃいけないっていう場合、デザイン気に入ってるけどサイズだけ合わないならサイズ直しでもいいんですね、うん、でもやっぱりデザインも変えたい、じゃあなんで変えたいのか、引っかかるから、はい、って言われたら今度引っかからないデザインの提案になりますよね、うん、引っかからないデザインの中にもじゃあ一つ石なのか、周りに華やかにメレーダイヤを入れても引っかからないもの、はい、そういうものもありますので、なぜしたいのか、うん、そこの気持ち、ね、なんかお話の中で固められたら、はい、あの自ずとデザインって決まっていくかなと思います。そこからこう汲み取ってデザインになっていくわけですね。可愛いものが好きなのか、シンプルにしたいのか、より豪華にしたいのか、うん、そういうのはもうあとはある素材をこうどう組み合わせていくか。ちなみにあのリフォームっていうとやっぱりお店に来なきゃダメみたいなイメージなんですけど、はい、遠方の方はどうしたらいいですか。今は LINE でのご連絡が結構多いです、はい、例えばお持ちのもの、あの LINE だと写真が送りやすいので、はい、写真を撮ってあの送ってくださって、例えば分かる情報ありますよね、うん、素材があのプラチナ900とか K18、はい、こう分かっている、あとダイヤだったらカラットが内側に入ってたり、はい、あと鑑定書があったりするとあのサイズまできちんと分かるので、そういう情報を送っていただいて、はい、でそこから、まあ、こんな感じで LINE のやり取りの、うんうん、あのイメージの共有からデザインのご提案っていうのはしています。そうなんですね。 LINE だけのやり取りでリフォーム成り立ってしまうこともあるっていうことですか。物のやり取りの前までですよね、はい、実際にやるかどうかは別として、はい、あの普段だったらこう店頭で、うん、あのご相談、うん、見積もりまでっていうのを LINE のやり取りだけでそこまでまずする、はい、でその上でじゃあお願いしますってことであれば、はい、そこで初めて送ってきてくださって、ああ そこでチェックをしてっていう、あ、じゃあこれ遠方でも全然いけますね、うん、そうですね、そう、うん、来なきゃいけないものだと思っていたので、基本的にはお越しいただいた方が、はい、あの安心は安心だし、はいはい、実際にあのお店どんなお店なのかとか、はい、スタッフどんな人がいるのかとかあの分かってると、うん、あの安心感ってあるとは思うんですね、まあ、そうですね、うん、もちろんありますけど、はい、でも本当に難しい方、はい、そうですね、いらっしゃいますので、何が何でも、うん、あの来てくださいとは言い切ったりはしません、はい、あのご相談だけであればもういくらでも、はいはい、大丈夫です。LINE のやり取りの段階では、はい、何かそのお金が発生したりっていうのはないということですか。ないです。素敵ですね、うん、あの店頭でも、はい、あのご相談お見積もりまではもちろん無料で、あとデザインのご提案までは無料で大丈夫です。実際にこう、はい、やると決まってからなので、はい、なるほど、そこは、うん、あのちっちゃいことでも、はい、あのご相談いただけると、あのじゃあ前回はああだったこうだった、こちらもそういう積み重ねがあるので、あの組み合わせができたりとか、それはぜひお越しいただけたら、はい、もう本当嬉しいです、はい、ご視聴ありがとうございました。店頭にお越しいただいた際にはデザイン画のファイルたくさんありますので、ぜひ参考にしてみてください。